私ね、プール大好き。ヨコちゃんはプール嫌じゃなくて、逆に好きだからね、うん、いっぱい入りたいタイプだよね。そうなんです。ヨコちゃんはね、何気にスイミングで幼稚園の年中から習ってたから泳げるんだよね。そう、ちょっとなら習って、だから嫌じゃないのかも。リミはね、習ってなかったから泳げないんだよね、あの子。私ね、幼稚園の年中から中学じゃないわ、小学1か2年生ぐらいの、1年生でしょ、1年生の途中で読みちゃったね。だからもう小学校入ってからずっとやる気なくてね、本当に友達できなかったのよ。友達できなかったとか友達がいなかったの。友達と一緒に入ったんだけど、クラスが別々になっちゃってね、友達が離れてって、だんだん上のクラス来るとね、なかなか女の子がいなかったの、いなかったの。だからね、それでめちゃくちゃつまんなくて、ただ無言でずっとなんか何回も泳いでるだけだったそれが本当に嫌で、それでやめましたクロール行って終わった、ね、バタフライ行けなかった。スイミングの日はね、朝からね、機嫌が悪かったので、お腹痛いとかさ、今日はスイミングだっていうのでね、本当機嫌が悪かった、で気持ち悪かったもん朝から気持ち悪かったの。そう、お腹痛くて気持ち悪くて最悪だったよ。最悪じゃんで、来た時に、プールか、また一人か、寂しいな嫌だなって思ってたの。そっか、はぁ、あ、嫌だなっつって思ってたんだけど、もうやめてスッキリしました。今楽しいダンスをやっています。ダンスは楽しい、ね、楽しい。今発表会に向けて練習中、そうだね、楽しみだね、うん、発表会がね、あるんですよ、今度9月1日。もう学校が始まって、目に目手が入った。学校が始まる前日、夏休みがの最後の日だ。そう、最悪でしょ。最悪な日程なんだけどね、なぜかその日に発表会があって、で次の日学校中ね、次の日夏休み明けの学校という。だからでもまあ午前中で帰れるんじゃない、学校は。初日は午前中帰りでしょ。そっか、ラッキー。だからまだね、あれだけどねまあ発表会もね、ちょっと撮影できるかわかんないけど、衣装どんなんだろう、楽しみ、ね、衣装とかも全然決まってなくてね。あのね、あと先生がね、あと10回ぐらいで本番だって。1週間に1回しかないから、あと10回ぐらいでね、10回練習したらもう本番だって。もう覚えたの全部？あ、まだ。大丈夫なの？多分。でもさ、他のさ、私今火曜日に習ってるんだけど、金曜日のクラスと合同でしょ。わかんない。だからさ、はい、いつとかも確認しないといけないわけじゃん。いつもいつ合同でやるんだろうね。知らない。じゃあ曜日変わるかもね、夏休みとか。まあ1回ぐらいなんかあんのかもね、特別な日が。いや、まあそれはそれでいいとして、はい、じゃあ終わりましょう。はい、それではバイバーイ。ポチグミ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 ペア、3時だおやつだ甘い。